スペースシップワンとホワイトナイトティアワンはスケールドコンポジッツが1990年代から2004年に行った軌道飛行による有人宇宙飛行プログラムである。再利用可能な宇宙船スペースシップワンとそのランチャーであるホワイトナイトはバートルータンによって設計されプロジェクトはポール・アレンによって2000万ウェイドルの資金提供を受けた。2004年には 最初の民間資金による有人宇宙飛行を行い、最初の非政府再利用可能な有人宇宙船で1000万ベイドルのアンサリー X プライズを受賞した。プロジェクトの目的は低コストで宇宙への日常的なアクセスのための技術を開発することでした。スペースシップ1自体は有料の乗客を運ぶことを目的としていませんでしたが、宇宙旅行で商業的、 スピンオフをするためにモハーベイエアロスペースベンチャーズという会社が設立され、プロジェクトのすべての知的財産を所有、管理している。ティアー1の設計コンセプトは、3人のパイロット、宇宙船を、ハイブリッドロケットモーターを使用して、空中発射し、高度1 0 0トルをわずかに超える高度まで上昇し、その後、滑走路に水平に着陸し帰還する。ティアー1には、 オフィスベースのミッションコントロールに加えて、モバイルミッションコントロールセンターがあります。これは、比較的小さく大型のロードゴーイングトラックに組み込まれている。スケールドコンポジッツのロゴは付いているが、ティアワンへのリンクを示す他の明白な表示はありません。車両はサポート機能の組み合わせを実行します。このコントロールセンターは、ロケットモーターの地上試験とホワイトナイト及び、 スペースシップ1のすべての飛行主権の両方をサポートするために使用されます。その主な機能はテストデータを監視及び記録することであり、この目的のためにコンピュータと無線通信機器が装備されています。スペースシポンのアビオニクスディスプレイはミッションコントロールで複製されています。テレメトリデータはデータ削減システムで受信されます。 このシステムは監視対象の航空機を指すように無線アンテナを自動的に送信します。テレメトリシステムの範囲は約 280km。コントロールセンターはスケールドコンポジッツのオフィス、航空機、宇宙船との通信設備。また、スタッフの温度管理された環境を維持し、ホワイトナイトのキャビンとスペースシップ1のキャビンの温度管理を行う。 固体燃料とは異なり、アサイカ窒素酸化剤はバルク貨物として扱われ、フィールドで宇宙船の酸化剤タンクにポンプで送られる。そのため、ティアワンにはモノズと呼ばれるアサンカ窒素のモバイルデリバリーシステムがある。モノズは従来の方法で道路で運ぶことができるオープントレーラー上に積載する。主に6.5立方メートルのタンクで構成されており、温度制御ユニット、 および温度制御ユニットに電力を供給する発電機。アサンカ窒素は、室温、圧力4.8メガパスカル。モノズは、50立方メートルのタンクを使用し、摂氏17度、2メガパスカルでアサンカ窒素を供給する、商用サプライヤーから補充されます。モノズは、アサンカ窒素を室温まで加熱し、圧力を上げる。ティアー1には、テストスタンドトレーラーと呼ばれる。 移動式水力テストスタンドがある。移動式にすることの利点は、取り付けと軽装のすべての作業を格納庫で行えることである。そのため、テストサイトで行う必要があるのは、酸化剤タンクを満たし、調整を行うだけである。テストスタンドは、宇宙船の重要な構造コンポーネントを再現します。飛行中に使用されるものと同じ酸化剤タンクと関連する付属品がある。 これは、モーターテストが宇宙船構造の適切な振動、応力、及び熱テストも自動的に実行することを意味する。ただし、乗務員室は再現されていない。地上での水力試験では、実際の飛行中に高度で使用される25、1のノズルとは異なり、膨張比が10、1のロケットノズルが使用される。テストスタンドは、水力だけでなく、 コンポーネントが影響する横力と温度及び歪みも記録するように装備されている。データはテストサイトの観察室内のコンピューターに記録される。データ取得コンピューターはミッションコントロールからリモート制御される。スペースシップ1のフライトシミュレーターはシミュレータープログラムとコックピットで構成されている。フライトシミュレータープログラムはあらゆる状況下で 飛行のすべての段階で、スペースシップ1の動作を正確にシミュレートすることを目的としている。スペースシップ1の全体的な飛行動作のモデルを作成するのではなく、数値流体力学を使用して航空機の周囲の空気をモデル化。操縦翼面の位置を考慮して、航空機に作用する空気力学、その他の力を計算します。このシミュレーションは、 設計プロセス中に使用され、飛行試験のデータを使用して改良されたコンピューターモデリングに基づいている。これにより、予期しない飛行モードでも、航空機の挙動の非常に正確な画像が得られる。シミュレーションコックピットは固定されているため、飛行時の平行需要性と加速性の側面を正確に再現することはできません。ただし、ホワイトナイトは、 充実度の高い移動ベースシミュレーターとして動作するように装備されています。シミュレーターのコックピットはアビオニクスを含むスペースシップワンキャビンの正確な複製です。シミュレートされているのはパイロットだけでなくパイロットとアビオニクスのシステムです。フライトシミュレータープログラムはアビオニクスで使用されるセンサー入力を駆動し市販のグラフィックソフトウェアを使用して パイロットの外観の高解像度画像を生成する12台のディスプレイコンピュータで駆動。これらの画像は11台のモニターと1台のプロジェクタースクリーンに表示される。スティックフォースフィードバックはリアルタイムでシミュレートされない。地上ベースのフライトシミュレーションはパイロットトレーニングだけに使用されるわけではありません。また、地上要因の訓練、手順の開発、 およびアビオニクスソフトウェアとハードウェアのテストにも使用される。スケールドコンポジッツによると、このプログラムのコンセプトは1996年4月に始まり、予備開発は1999年に始まり、完全開発は2001年4月に始まっている。ホワイトナイトが2002年8月1日に最初に飛行した後でも最初は秘密にされていた。このプログラムは 2003年4月18日、スペースシップワンの飛行試験の準備が整った時に一般に発表されました。その最初の飛行試験であるスペースシップワンのフライト HC は2003年5月20日に行われた。数ヶ月の滑空試験の後、2003年12月17日に最初の動力飛行であるスペースシップワンのフライト 11P が行われた。その後、 さらに強力なテストが行われ、高度が上昇し、2004年6月21日に、最初の民間資金による、有人宇宙飛行である、スペースシップワンのフライト 15P で最高潮に、達した、アンサリ X プライズの競争飛行が続きました。2004年9月29日のスペースシップワンの、フライト 16P と2004年10月4日の、 スペースシップ1のフライト 17P は成功した競争飛行であり X プライズを獲得した。スケールドコンポジッツが実行するティア r 1プログラムはスペースシップ1ミッションが終了しバージン・ギャラクティックの後継プログラムに移行した。ティア r 1の開発、建設、運用のコストは公表されていないが2000万から3000万ベイドルの範囲であると推定されており、 アンサリエ X クスプライズ賞の約2から3倍の価値がある。当初は秘密だった、唯一のスポンサーは、マイクロソフトの共同創設者であり、世界で48番目に裕福な人物であるポール・アレンであることが明らかになった。2003年12月17日の掲示は、プログラムの最初の動力飛行試験と同じ日に、アレンが関与したという憶測が続いた。一部のコメンテーターは、 低コストのティアーワンプログラムと高コストのスペースシャトルを相対的に比較していますが、二つのプログラムの技術的な難しさは完全に異なります。スペースシップワンは軌道下を飛行するため、スペースシャトルの速度、高度に到達する必要はありません。スペースシップワンは乗組員も少なく、ペイロードも運ばなく、はるかに短い飛行である。スペースシップワンプログラムは、 シャトルよりも X-15 と同等の技術的成果である。スペースシップ1プログラムと X-15 予算のインフレーション、調整済み比較では3機の X-15 航空機がテスト全体で約200回のテスト飛行を行ったにもかかわらず、ティア1プログラムのコストは X-15 プログラムの100分の1であることが示されている。プログラム 通常は、マッハ四から七まの超音速飛行を行う。スペースシップワンが達成した高度に近い高度に到達したのは二便だけでしたが、最高速度を達成するのではなく、特にピーク高度に到達しようとした x、x 十五のフライトはわずか数十便であった。一方、ティ t ワンプロジェクトは、予算内で、ホワイトナイトの母船の建設にも、費用を支払いましたが、NASA は、 様々な種類の実験用航空機の落下試験を実行するように改造された既存の U 字 f ブ -52 爆撃機をほぼ無料で使用していた。当初、TR-1 i e は新しいプログラムを使用したスケールドコンポジッツのポリシーと同様に秘密裏に開発された。2003年4月18日、プログラムは発表され、スペースシップ1とホワイトナイトは 550人から600人が参加したメディアに初公開された。メディアの関心が非常に高かったため、2003年4月24日の家族と友人の日として意図されていたものが2番目のメディアの日となった。スケールドコンポジッツはプログラムの最初の宇宙飛行となることを目的とした最終テスト飛行であるスペースシップ1のフライト 15P を事前に発表することで、 再び宣伝した。もはやべ宇宙港に約1万1000人の観客が集まり、放映もされた。テスト飛行は航空省として行われ、主要な航空機と随伴機の両方が観客の前で離陸と着陸を行い、テスト飛行が成功すると、お祝いの低空飛行も行われた。この飛行は技術的な成功だけでなく人気のある成功でもあり、 宇宙飛行に対する国民の強い関心を刺激した。ドキュメンタリー、ブラックスカイ、ザレース4スペースでのインタビューの中で、ルータンは、ティアー1が弾道飛行、ティアー2が軌道飛行、ティアー3が地球の軌道を超える飛行を行うと述べている。同じドキュメンタリーで、彼は、スペースシップ1をベースにした軌道線のデザインを展示し、スペースシップ1には、 スペースシップ1の長さの約2倍のロケットが船の後部に取り付けられていた。ティアー1プログラムの目的は低コストで機動化の有人宇宙飛行の運用を実証することである。バート・ルータンがこのプロジェクトを検討し始める前は低コスト弾道宇宙飛行の目標に対する3つの主要な障壁があった。ティアン自体は有料で乗客を運ぶことを意図しておらず、そうする場合は 米国政府の許可が必要になる。これは技術テストベッドであり、プログラムで開発された技術が後に商用宇宙飛行で使用されることを明確に意図している。そのためにアレンとルータンはプロジェクトの知的財産を所有し、そのすべての商業的利用を管理するモハーベエアロスペースベンチャーズを設立した。当初、スケールドコンポジッツは2013年頃までに、 一般の人々が豪華クルーズとほぼ同じ価格で弾道飛行を体験できるようになるという希望を表明していた。2004年9月25日、バージン・ギャラクティックとの間でスペースシップ1のスケールアップバージョンに基づいてベージンスペースシップを開発する契約が結ばれた。これらの宇宙船はスペースシップカンパニーによって製造される。ありがとうございます。